1995から1996シーズンの NBA は NBA の50回目のシーズンである。ドラフトではジョー・スミスがゴールデン・ステート・ウォーリアーズから全体1位指名を受けている。他にはアントニオ・マクダイス、ジェリー・スタック・ハウス、ラシード・ウォーレス、ケビン・ガーネット、ブライアント・リーブス、デーモン・スタウダマヤー、カート・トーマス、ゲイリー・トレント、コーリス・ウィリアムソン、 エリック・ウィリアムス、ブレント・バリー、アラン・ヘンダーソン、ボブ・スーラー、セオ、ラトリフ、マイケル・フィンリー、トラビス・ベスト、クレック・オスタータグ、アンドリュー・デ・クラーク、エリック・スノー、フレッド・ホイバーグらが指名を受けている。ドラフト外選手には、ケビン・オーリーらがいる。全体語彙指名で、ミネソタ・ティンバー・ウルブズに入団したケビン・ガーネットは、その後の NBA 全体の流れに、 大きな影響を与えた選手となった。まず彼は NBA にとっては20年ぶりとなる大学に進学せずに高校から直接 NBA 入りを果たした選手となった。以後、ドラフトにアーリーエントリーする高卒選手が急増し、各チームは将来を職望される選手を大学でのプレーを待たずして手に入れることができるようになったが、一方で、 リーグの低年齢化が問題視されるようになり、2005年にはドラフトの年齢制限が18歳から19歳に引き上げられることが決まった。またガーネットが1997年に結んだ巨額契約は当時のサラリーの高騰に拍車をかけ、1998年に発生するロックアウトの一因にもなった。オールスターには A マクダイス、J スタックハウス、R ウォーレス、K ガーネット、 ティーラ・トリフ、エム・フィンリーの6人が選出されている。詳細は1995年の NBA ドラフトを参照さらなる海外進出を狙う NBA は、カナダに本拠地を置くバンクーバー・グリーズリーズとトロント・ラプターズが新たに加盟し、リーグは27チームから29チームに拡大した。NBA のカナダ進出は、実に NBA の前身であるバー創設時に存在した。 トロントハスキーズ以来のことである。しかしバンクーバーでの興行は振るわず、2001年にグリズリーズはテネシー州メンフィスに本拠地を移転している。前期のオフに起こったバック・ウィリアムス事件の王を引く球団オーナーと選手会の新郎氏協定締結はシーズンが終わっても解決を見ず、このオフも両者の交渉と対立は続いた。リーグは7月1日に 選手会に対して新協定の合意がなければロックアウトを実施するという最終宣告を通知、そして実際にいくつかの業務を停止させている。事実上 NBA 発のロックアウト突入という事態にパトリック・ユーイングをはじめとする有志の選手が問題解決に動き、ラグジュアリー・タックスの引き下げやラリーバード例外条項の復活などのリーグからの情報を引き出した。 9月には、新協定行為の是非を問う NBA 全選手による無記名投票が行われ、この時は226選手中134の反対で否決されたが、後日選手代表25名のみで再投票が行われ、23名が賛成に投票。9月15日に行われた球団オーナー24人の投票でも19人が賛成に投じ、ようやく新協定締結が決まり、 新シーズンが始まる前にロックアウトも無事解除された。協定の主な内容は以下の通り。なお、この時指導力を発揮したユーイングは後に選手会の会長に就任する。またこのオフでは NBA 公式審判員たちに対するロックアウトも起きており、彼らは12月になってようやく職場復帰した。ブレントバリーは スラムダンクコンテスト史上初の白人優勝者となった。前期約1 8ヶ月ぶりに NBA に復帰したマイケル・ジョーダンにとってプレイオフカンファレンス準決勝での敗退はブランクの重さと時代の流れを痛感させられた出来事だった。ジョーダンは試合終盤の重要な場面でかつては何度も決めたクラッチシュートをことごとく外し若いオーランドマジックに完敗を喫してしまったのである。 ジョーダンはシーズン平均26.9得点を上げるなど復帰直後からリーグトップクラスの数字を叩き出していたがすでに32歳。1年半のブランクと年齢という壁にはサしものジョーダンでもたやすく超えられるものではなかった。しかしジョーダンは大変な負けず嫌いだった。このオフ、ジョーダンはかつてないほどの猛練習をしたという。 そしてメジャーリーグ用にならしていた肉体をバスケット用のトップの座を取り戻すための肉体に作り変えることに成功。また NBA での感覚を取り戻すためにプライベートではチームメイトのスコッティ・ビッペンやレジー・ミラー、シャキー・ロ・ニールラという非常に豪華な選手を練習相手として呼び寄せた。ジョーダンが黙々とトレーニングに励む中、 シカゴブルズも3年ぶりの王座奪還に向けて大胆な人事を行った。激悪デニスロットマンに手を出してしまったのである。デトロイトピストンズ時代はリーグ最高のディフェンダーとして活躍したが、バッドボーイズ解体後に移籍したサンアントニオスパーズでは彼の破天荒な性格が災いしてチーム内で浮いた存在となり、いつしか厄介者と見られるようになっていた。そしてこのオフに、 ウィルパ・ドゥとの交換、ほとんど無償といえるトレード内容で、ブルズにやってきたのである。ロットマンといえばその性格以前に、ブルズにとっては80年代に散々苦しめられた、バッドボーイズの一員である。ピッペンなどはロットマンに罵られた上に、コート外に突き飛ばされ、顎を両る怪我まで負わされている。果たしてこのロットマンが、ブルズで、機能するのか、大きな注目が集まった。 ジョーダンがこのオフに積んだハードトレーニングの成果は開幕戦から発揮された。この日ジョーダンはシャーロット・ホーネッツに対し42得点を記録。このジョーダンの活躍がその後に続く快進撃の,のろしとなった。ブルズは序盤を10勝2敗のコースタートを切ると11月末からは並入る敵たちを蹴散らし、約2ヶ月を31勝1敗と猛烈な勢いで勝ち続けた。 懸案だったロットマンは、審判に頭突きをして6試合の出場停止処分を受けたところは相変わらずだったが、フィル・ジャクソン HC に対しては敬意を払うようになり、そして難解なトライアングルオフェンスもすぐに理解し、彼のリバウンド力とディフェンス力はチームに大きな貢献を果たした。また、上段不在のプルズをエースとして支えていたスコッチ・ピッペンは、スリーピート時代よりもさらに一皮向けており、 ジョーダンにも、ブルズは、ピッペンのチームと言わしめるほど高いリーダーシップを発揮した。そして、ジョーダンは、リーグ最高の選手としての姿を取り戻したが、しかし彼のプレイスタイルには、スリーピート時代と比べて変化が見られ、恵まれた身体能力を生かした強烈なスラムダンカーから、フェイダウェイジャンプショットなどを駆使する、技巧的なジャンプシューターに生まれ変わっていた。ジョーダン、ピッペン。 ロットマンのトリオは、実力も話題性も、NBA 史上屈指である、ビッグスリーとなり、リーグを席巻した。ブルズは、サポーティングキャストも充実していた。スリーピート時代を支えたホーレス・グラント、ビル・カートライト、ジョン・パクソン、BJ ・アームストロングはすでに去り、ジョーダンとピッペン以外のメンバーは様変わりしていた。多彩な才能を持った、オールラウンドプレイヤーで、 クロアチア出身のトニー・クーコッチはこのシーズンのシックスマン賞に選ばれ、またスティーブ・カーはパクソン、アームストロングに代わるサンピーシューターとしてこのシーズンはサンピーシュート成功率51.5%という高い数字を記録し、リーグ全体でも2位の成績だった。クリーブランド・キャバリアーズ時代はブルズに散々に逃げよう、飲まされてきたロン・ハーパーは前期よりブルズに移籍し、 優れたディフェンダーとしてジョーダンと共に、ブルズのペリメーターを守り、センターのルーク・ロングリーは、スクリーナーとして、主力選手たちを助けた。ブルズは2月にこのシーズン唯一の連敗を喫するも、その後も勢いは止まることを知らず、4月14日のキャバリアーズ戦では、ついに当時の NBA 記録である。 ロサンゼルスレーカーズが1971から72シーズンに記録した69勝に並んだ。そして2日後のミルウォーキーバックス戦では NBA 史上初となる70勝に到達。その後もさらに2勝を上積みし、ブルズがこのシーズンに積み上げた勝ち星は72までに上った。72勝10敗はもちろん NBA 新記録である。 ジョーダンは30.4得点を記録し、見事に8度目の得点王に返り咲き、ウィルト・チェンバレンの持つ7回の得点王記録を更新した。オール NBA ファーストチーム、オールディフェンシブファーストチームにも選出され、そして72勝という空前絶後の勝ち星を挙げた、チームのエースとして、自身4度目となる MVP も獲得した。またピッペンもオール NBA ファーストチーム、 ディフェンシブファーストチームに選べれ、さらにロッドマンも5年連続のリバウンド王と、ディフェンシブファーストチームに名を連ねたことから、ブルズには当時リーグ最高峰のディフェンダーが3人も在籍していることになった。ブルズのこのシーズンの平均失点は92.9得点でリーグ3位、平均得点は105.2得点でリーグ1位だった。またジョーダンはオールスター MVP、 フィル・ジャクソンは最優秀コーチ賞、ジェリー・クローゼ球団社長はエグゼクティブ・オブ・ザ・ヤーにそれぞれ選ばれ、このシーズンの NBA はまさにブルズ一式のシーズンとなった。数字上、NBA 史上最強のチームとなったシカゴ・ブルズを止められるチームは、プレーオフに入っても現れなかった。ブルズを最も苦しめたのはこの年もやはり、パトリック・ユーイング率いるニューヨーク・ニックスだったが、 彼らでさえモブルーズから一生を奪うのがやっとだった。貴重なシックスマンだったトニークーコッチを怪我で失うアクシデントに見舞われたものの、一回戦でマイアミヒートをスイープで下し、カンファレンス準決勝でニックスを4勝1敗で退けたブルーズは、カンファレンス決勝でオーランドマジックと対決。前期のプレイオフでは復帰したてのジョーダンが若い、マジックの選手に翻弄されたため、 ジョーダンが敗因となって破れたが、そのマジックもこの年のブルズの敵ではなかった。ブルズはマジックを4戦4勝のスイープで下し、3シーズンぶりのファイナルへと駆け上がった。この年のブルズは、リーグ最年長のチームだったが、無類の強さを誇ったブルズに、ファイナルで挑むのは、若い二人の選手が主力を担うチームだった。1979年の優勝チームである。 シアトル・スーパーソニックスは1980年代をプレイオフ到落戦場を行き来する中堅チームとして過ごした。そのソニックスが再び優勝戦線に名乗りを上げることになったのは1989年から2年連続でソニックスに入団したショーン・ケンプとゲイリー・ペイトンの活躍にある。ペイトンは攻守に優れたリーグ屈指のポイントガードとなり、 マイケル・ジョーダンが一度目の引退をして、以降、世界最高のバスケットボールプレイヤーとの評価を受ける時期もあった。ケンプは強烈なスラムダンカーで知られ、ペイトンのアシストを受けて、敵ゴールに雨のごとくダンクを降らせることから、レインマンの異名を取った。このシーズン、ペイトンは27歳、ケンプは26歳。ソニックスは、マジックのシャキール・レオニール、アンファニー・ハーダウェイ同様、 冗談不在の間にリーグで対等を見せた新世代が中心のチームだった。最も純粋に若いチームだったマジックに対しソニックスは若い二人をサポートできる優秀なベテラン選手が揃っていた。優れたオールラウンドプレイヤーだった西ドイツ出身のデトレフ、シュレンプ、ファイナル出場経験を持つサム・パーキンスらである。ソニックスはジョージ・カールを ヘッドコーチに迎え入れた1992から93シーズンには55勝。翌1993から94シーズンには当時のフランチャイズ記録となる63勝を記録するリーグ屈指の強豪チームとなった。しかし彼らはプレーオフで集大を晒らす。63勝を記録した1993年は第1シードとしてプレーオフに突入したが1回戦で 第8シードのデンバーナゲッツに史上最大級のアップセットを果たされ、翌シーズンも57勝を記録しながらも、ロサンゼルスレーカーズに1回戦で敗れている。失意の2シーズンを送ったソニックスは、オフに、ケンドールギリを放出し、シューターのハーシー・ホーキンスを獲得して、新シーズンに臨んだ。そしてソニックスはこのシーズン、フランチャイズ記録を再び更新する64勝を記録。 一回戦を危なげなく勝ち上がり、カンファレンス準決勝では、前期チャンピオンのヒューストンロケッツをスイープで下した。カンファレンス決勝では、ジョン・ストックトン、カール・マローンとの新旧 PG&PF 対決を4勝3敗で、制止、ついに念願のファイナル進出を果たした。第一戦史上最強のチーム相手に、ソニックスの苦戦は、必死と思われたが、ソニックスは善戦し、 第4球に入った時点で2点ビハインドの位置につけていた。しかし、ここから、ブルズのディフェンスがソニックスを苦しめ、第4球のソニックスのオフェンスは、FG5、18、6ターンオーバーという内容だった。さらに、ここからトニークーコッチの猛襲が始まる。プレーオフ期間中に追った怪我で、ここまで思うような活躍ができなかった、このシーズンのベスト6マンは、一人で、 連続9得点を記録。ショーン・ケンプのファウルをもらい、珍しい4点プレーも決めた。クーコッチの活躍で一気にソニックを突き放したブルーズは、107から90で完勝。マイケル・ジョーダンは28得点、スコッティピッペンは21得点、クーコッチが18得点、ロン・ハーパーは15得点を記録。一方のソニックスは、 ショーン・ケンプが32得点を記録するも、ゲイリー・ペイトンは13得点に抑え込まれた。第2戦、第2戦もソニックスは前線し、第3球残り2分28秒には、ペイトンのシュートでその差2点まで追いついた。しかし、ここからデニスロットマンのリバウンドと、ハッスレプレーが、ソニックスに傾きかけていた流れを引き戻すと、第4級に入るとまたも役こっちに火がつき、 ブルズの10から1の連続得点のうち6得点を上げる活躍を見せ、ソニックスを一気に突き放した。それでもソニックスは粘りを見せ、残り9秒には3点差にまで追いつく。3P シュートが決まれば、同点となる、この重要な場面で、ブルズの命運は、ピッペンの2本のフリースローに託されたが、ピッペンは2本ともミス。しかし2本目のミスショットをロッドマンが、 ヘルドボールの末に見事に確保し、再びフリースロー2本が与えられた。ロットマンのこのシーズンのフリースロー成功率は52.8%だったが、ロットマンは数字通り2本のうち1本を決め、これが決勝点となって92から88で、ブルズが2連勝を飾った。ブルズはジョーダンが29得点8アシスト、ピッペンが21得点。 ロットマンが記録した20リバウンドはファイナルタイ記録となった。ソニックスはケンプが29得点13リバウンド4ブロックと奮闘した。第3戦ソニックスのファンはリーグでも最も騒がしい観客として有名だったが彼らのチームがキーアリーナに戻ってきた第3戦ではサシモのソニックスファンも沈黙せざるを得なかった。試合序盤から会長に飛ばしたブルズは 前半だけで62から38の24点差をつけてソニックスを圧倒。最終スコアも108から86とブルズが完勝し3連勝を飾って早くも優勝に大手をかけた。ブルズはジョーダンが36得点、ルークロングリーが19得点、負傷したハーパーの代わりに先発出場したクーコッチは14得点、7リバウンド7アシスト、 ピッペンは12得点8リバウンド9アシストを記録した。第4戦強気な性格で有名なペイトンは、第1戦の敗戦の後も、我々はブルズをやっつけると豪語していたが、3連敗という事実を前に、ジョーダンのいるチームには勝てないと漏らした。しかし追い詰められた第4戦では、ジョーダン、ピッペン、ハーパーのブルズの先発3人が揃って、シュートスランプに陥り、 一方ソニックスはここまで常にチームを牽引してきたケンプと試合前には弱気な発言をしたペイトンが奮起。第3戦とは逆に107から86と大差をつけてブルズを下した。ソニックスはケンプが25得点11リバウンド、ペイトンが21得点11アシスト、ハーシー・ホーキンスが18得点、サム・パーキンスは17得点を記録。 一方、ブルズはジョーダンが23得点を挙げるも、FG 成功率は31.6%と、シュートに苦しみ、ピッペンも一桁得点に終わった。第5戦ソニックスのディフェンスが、リーグトップのオフェンス力を誇ったブルズを封じ込め、89から78で3連敗から、騎士改正の2連勝を飾った。ソニックスは、ペイトン、ケンプ、ホーキンスの3人が20得点以上を記録。 一方のブルズはジョーダンが26得点を記録したが、チーム全体の FG 成功率が37.7%と、ソニックスのディフェンスに完全に抑え込まれた形となり、また78得点は、当時のブルズのファイナル最低スコアだった。チームと共に、リーグで最も騒がしい観客として復活したソニックスファンは、ブルズをシカゴに送り返し、大声援で彼らのチームを送り出した。 第6戦3連勝からまさかの2連敗で傾きかけたシリーズの流れを取り戻したのはバッドボーイズ時代に2連覇を経験したロットマンだった。この日は互いのディフェンスがぶつかり合った試合となり、両チームとも90得点を超えないロースコアゲームとなった。このような展開では一つ一つのリバウンドを確実に抑えることが重要となるが、 ロットマンは19リバウンドを記録し、うち11リバウンドはオフェンスリバウンドだった。FG 成功率は39.7%と振るわなかったブルズだが、リバウンドではソニックスの35に対し51と圧倒。さらにロットマンはケンプからはオフェンスファウルを誘ってファウルトラブルに陥れ、ついにはファウルアウトに追いやった。試合は序盤からブルズペースとなり、 第3級中盤にはブルズが12から2の連続得点を決めて勝敗を決定づけた。最終スコアは87から75。ブルズはジョーダン不在の2シーズンの空白期間を経てついに大座奪回に成功した。ファイナル MVP にはファイナル平均27.3得点5.3アシストを記録したジョーダンが選ばれた。これによりジョーダンは得点を オールスター MVP、シーズン MVP、ファイナル MVP の4巻を達成した、史上初めての選手となった。バッシングに追いやられるような形で引退し、そして、I am back という短い言葉と共に復帰。しかし若い世代の台頭の前に挫折を味わった末に、I'll be back という言葉と共に、最高の選手となって戻ってきたジョーダンは、 これ以上ない完璧な形で復活を遂げたのである。ブルズがレギュラーシーズンからポストシーズンの間に記録した87勝13敗は NBA 史上最高記録である。ブルズはジョーダンにピッペン、ロットマンの強力なビッグスリーにファイナルでは全試合で2桁得点を挙げる活躍を見せた空コッチ、優秀なディフェンダーのハーパー、シューターのスティーブカーと充実した陣容を誇り、 以後もリーグに君臨することになる。この優勝は、ジョーダンと王者ブルズの完全復活を告げるともに、後期ブルズ王朝の幕開けとなった。一方のソニックスも1990年代、終わりまでをリーグ屈指の競合として過ごすが、ファイナルに勝ち進むことはなかった。ソニックス、現オクラホマシティサンダーが次に、ファイナルに進出するのは16年後の2012年で、ある。 結果シアトルスーパーソニックスコーチ、ジョージ・カール・ゲリー・ペイトン、ショーン・ケンプ・デトレフ・シュレンプ、ハーシー・ホーキンス、サム・パーキンス、ビンセント・アスキュー・アービン・ジョンソン、フランク・ブリコースキー・ネイト・マクミラン、デビッド・ウィン・ゲート、シェレル・フォード、エリック・スノー、スティーブ・シェフラー。ありがとうございます。